奈良市の市長の宮本大輔です3月13日水曜日午前11時現在のお知らせです第306回目の発信となりますこの動画は平日の水曜日または木曜日に発信しております字幕が出る設定にできます概要欄の時間表示をクリックしますとその部分からご覧になります内容の詳細や関連情報についてリンクを掲載しておりますコメントも書き込めます なお回答が必要なお問い合わせやご質問につきましては市役所ホームページから視聴メールなどをご利用ください。いつもご視聴いただきありがとうございます。ぜひこの動画の内容を周りの方に広めるなど積極的にご活用ください。習志野市公式 YouTube チャンネルへの登録もお願いいたします。はじめに私が出席参観させていただいた先週の主なイベントなどをご紹介いたします。まずこちらです。 3月8日金曜日の午前中市内すべての公立中学校で卒業証書授式が行われました今回は私は第一中学校の式に参列させていただきました。 当日は春なのに雪が降る中での開催でしたが卒業生が合唱する場面では陽光が差し込むなど別れを惜しむ涙雨から前頭を祝す希望の光に導かれる、まあ、そんな展開に感動しました赤絨毯が敷かれた通路に日本一の管弦楽の伴奏で入場退場する卒業生は華麗で優雅でしたまたその前後の後期の入退場は厳かでした こちらの動画なんですけどもこちらスローモーションではありません毎回その時の生徒会長が機種として後期を持ち旗を守る前後の2人と共に舞台感を静かに慎重に移動していますその時の生徒会長ですので在校生2年生が緊張しながら動いている様子が伺えるかと思います この時間が入場では式典の威厳を高め舞台に掲げられた皇旗の下で全体が荘厳な雰囲気となってそして皇旗が退場する場面では3年間の余韻を響かせますそして効果を歌う場面なんですけどもこちらは聖唱ではなくパートが定められた合唱にて行われておりました 清らかなハーモニーが会場内を包み込み一中全体の崇高感が醸成されていました数年続いたコロナ禍のせいで長年続いていた内容などが途絶えてしまう傾向の中で職員の皆さんも一丸となって今回の企画運営に当たったとのことです敬意を表します私は祝辞の中でコロナ禍に入学して毎年変わる環境に適応できたことは 大変貴重な体験でありその中で培われた対応力は誇れるものであること川の清流から河口にたどり着き海原へ旅立つ中向かってくるものを拒まず大きく成長してほしいと期待を込めて挨拶しました卒業生代表で生徒会長も務めた浜村晃平さんは「コロナで普段の生活から切り離された私たちはこれが尊いものと知った」。 時代に試されたかのような激動の青春を体験したこれらをこの時代で学ぶべくして集まったのかもしれないと述べ当時の直後はその内容の秀逸さに保護者や来賓席から唸り声が上がっていましたご卒業の皆さんご家族の皆さんそして教職員の皆さんはじめ関係者すべての皆さん誠におめでとうございます今後の活躍を心から期待しています 次にこちらです3月10日日曜日の午前中に八つ奏での森公園にて一般社団法人奏での森パートナーズ主催の奏での森防災訓練2024が開催されました奏での森パートナーズは平成25年に町開きした奏での森地域のそれぞれの住民自治会の事務局を担うエリアマネジメント組織で 地域の集会所や防犯カメラの管理のほか地域イベントの実施やサークル活動のサポートなどさまざまなコミュニティ活動を行っている団体です今回の訓練は地域の防災訓練でしたけれどもどなたでも参加できるという触れ込みの防災イベントでもありましたお電気にも恵まれ開始から多くの人が来場されていました また運営の協力として本市の消防職員や消防団員企業局の職員民間企業の防災担当者の皆さんが講師や誘導員を担いましたプログラムでは初めに地域住民の安否確認訓練の結果が公表されその時点で約8割の世帯が訓練に参加したことが披露されましたその後防災クイズの中で訓練や展示の内容 場内のの説明があり各エリアごとの訓練に移行しましまた訓練では水消火器を用いた消火器訓練地震を再現する車両寄進車による過去の地震体験 AED 救急救命訓練煙の中を体験できる煙体験ハウスいざという時マンションのベランダの間仕切りを後ろ蹴りやハンマーで破り 避難するためのパーテーション蹴破り体験、公園内にある防災井戸からの給水体験、公園内にあるマンホールに直接つないで使用するマンホールトイレの組み立て訓練などを通じて、防災知識を高めていただいたようです。また、消防車や子ども用の消防服とともに記念撮影できるスペースも設けられており、さまざまな角度から、 防災を意識できる記憶に残る内容となっていました。いざというとき、会場に参加されていた人や内容の記憶が少しでも役に立ちます。このようなイベントをはじめ、特に地域の町会、自治会のイベントには参加を強くお勧めします。え、そしてこちらです。え、三月十一日月曜日午後二時四十六分、東日本大震災から十三年目を迎え 市内全域に黙祷を呼びかけましたいまだに全国で千葉県民2名を含む2000人以上の方が行方不明となっており今なお2万人以上の方が避難生活を送っています奈良市の市内も被災し爪痕は残っています全国的には復興は道半ばであるところが多いと言われており忘れずに思いを寄せなければなりません 最近では能登半島地震があり全国に被災地がある日本で困っている方に思いを寄せるとともに来る災害への準備や備え防災知識や意識を高めていくことが必要ですこの日この時間防災行政無線の生放送の訓練も兼ねて私から直接呼びかけさせていただきました多くのの市民の皆様 審議中の市議会議員の皆様にも黙祷にご協力をいただきました必ず来るその時に備えてみんなで意識を高めましょう以上行われたイベントなどのご紹介でした続いてこちらですサムネイルにもあります今回のテーマ自主防災組織についてご紹介いたします3月1日号の広報7市のでも掲載されていますが 奈良市,の市では自主防災組織への助成を行っています自主防災組織は地域住民で結成されておりますが習志野市ではおおむね50世帯以上の組織に対して活動に必要な資機材や備蓄品などを助成しています助成の条件は本市が定める要件を含んだ規約と防災計画を備えているということです。 規約には役員の氏名やその役割任期など自主防災組織の運営に関することそして防災計画には防災活動における組織編成や役割分担対応の方針など防災活動に必要な事項を定めていただきます。現在この制度に基づいて助成している自主防災組織は町会自治会を核とした228団体となっております。 皆さんはどの自主防災組織に加入されているでしょうか概要欄から確認できますのでぜひご覧ください女性の内容につきましては自主防災組織として初めて女性を受ける際には例えば発電機や簡易トイレなど活動に必要な資機材や備蓄品など20万円相当の現物を支給していますまた翌年度以降は 加入世帯数に応じた防災活動に係る経費の一部を助成していますさらに本市では市内の小学校16校、市立中学校7校、公立高校3校、こちらは一立習志野高校、県立津田沼高校、県立美桃美高校ですけども、そして東習志野にある東武体育館の合計27箇所ある避難所に設置されている防災倉庫。 そして市役所、プラッツ・奈良市の東奈良市の八丁目にある東奈良市のふれあい広場を加えた合計30カ所に防災倉庫を設置しております。災害時の救出、救護に必要なバールやノコギリ、チェーンソー、ハンマーやスコップ、担架や梯子、情報収集や伝達に必要な自転車や防災ラジオ、メガホンや照明、給食や給水に必要な 炊き出し窯や発電機、日常生活に必要な組み立てトイレやテントなどの資機材や救急セット、おむつ、生理用品などの消耗品など約80種類の資機材や物品を配備しています。このうち資機材につきましては自主防災組織や町会自治会などのイベント等で動作確認や使用方法の訓練として使用していただくことができます。 防災倉庫の場所や備品の種類資機材の使用方法がわからないといざという時には対応できません有事の際のスムーズな使用そして効果的な運用につながりますのでぜひ積極的に活用して資機材に慣れていただければ幸いですなおご使用にあたりましては事前に申請が必要となりますので危機管理課までお知らせください 町会や自治会が組織されていても自主防災組織がなかったりあるいは町会も自治会もないけれど防災組織は必要だと感じている方もいらっしゃると思いますぜひ危機管理課までご相談くださいこの動画を見てご紹介いただいても構いません有事の際行政の動きはかなり制限を受けることになりますので今のうちから自助・共助の体制を強化して一緒に防災に取り組みましょう 地震は突然やってきます。現在、この近くを震源とする地震も頻発しています。気象庁からも注意が呼びかけられています。例えば、枕元に靴を用意しておくことなど、できることはやっておきましょう。以上、前回に引き続いて防災に関するお知らせでしたけれども、前回は行政の取り組み、今回は自助・共助の取り組みについてのご紹介でした。 最後に次回の発信までに実施される主なイベントのお知らせです。来週は春分の日、祝日がありますので配信はお休みさせていただき、次回は3月27日水曜日とさせていただきます。それまでのイベントですが、3月15日金曜日午前中は、市内すべて16の小学校で卒業証書授与式、卒業式が行われます。3月16日土曜日午前中は、 秋津総合運動公園多目的広場で NPO 法人奈良市のベイサイドスポーツクラブによる NBS スポーツ祭りが開催されますどなたでも自由に参加できますのでふるってご参加くださいそして3月16日土曜日と17日日曜日の2日間は JR 津田沼駅南側にあります津田沼公園にて津田沼南口商店街主催の 希望の調べ津田沼南口春祭りが開催されますそして3月17日日曜日午後2時からは市役所3階の会議室にて公認会計士による奈良市の市の財務報告書説明会が行われます本市では平成20年度の決算から 複式簿記発生主義による財務書類の作成を行っており、今回は令和4年度の財務書類について、公認会計士の解説で説明いたします。本市の資産・負債の状況を理解していただく絶好の機会ですので、関心がある方はぜひご参加ください。本日のお知らせは以上となります。次回は3月27日水曜日の発信です。 ここに来て寒い日が続いていますが来週は春分の日春のお彼岸です暑さ寒さも彼岸まで昼夜の長さが逆転する科学的な日として私は好きな日ですこれからいよいよ暖かくなりますワクワクしますね